皆さーん、特集したワンツーでヤンキー勝ってますかー。今回はですね、なぜ武術武道格闘技といった世界では、異なるジャンルごとのいさかいが絶えないのか、について、お話ししようと思います。まずですね、視聴者の皆さんも、もしかしたら経験したことがあるのではないかと思うのですが、例えば、ご自分が伝統派空手をやっていたとして、フルコン空手のことを、なんであいつら顔面殴らないの？あれじゃ腹叩き相撲ジャンプゲラ。とか思ったり、逆にご自分がフルコン空手をやっていたとして、伝統派空手のことを、あいつら何やってんの？寸止め、そんなの空手じゃねえよ、ダンスだよプゲラ。とか思ったり、他にも、ご自分が剣道をやっていたとして、固有剣術のことを、あいつら決まった動きしかやらねえじゃん、あれで使い物になるのかよプゲラ。とか思ったり、逆に、自分が固有剣術をやっていて、剣道のことを、あいつら竹の棒で叩き合ったりして何やってんの、真剣だったらあんな動き絶対できないよプゲラ。とか思ったり、さらに、例えば自分が空手かキックボクシングをやっていたとして、ボクシングのことを、パンチしか使わないとか頭おかしいんじゃないの、あんなの蹴ったらすぐ終わりだよプゲラ。とか思ったり、さらにさらに、自分が総合格闘技をやっていたとして、打撃技や組技に分化された格闘技のことを、おいおい、実戦だったら打撃だろうが組技だろうが何でもありなんだぜ。全部一緒にやってる俺様が最強だろプゲラ。とか思ったり、たとえ、同じジャンルである技の空手をやっていたとしても、自分が A 流派の空手をやっていたとして、B 流派の空手を見たときに、ひどい下手くそ、なんだあの突きは、なんだあの蹴りは、まるで間違ってるじゃないの。黒帯があれじゃ耐えられんよまったく。とか思ったり、まあ枚挙にいとまがないのでこの辺でやめときますが、おそらく、武術武道格闘技に多少なりとも携わったことがある人であれば、一度くらいはそういった感情を持ったことがあるのではないかと思います。いや、もちろん建前上はそういったことを口に出したりはしないでしょうが、心の中、本音の部分ではそういったことを思っていた、なんてことはあるのではないかと思います。そして、口には出せないそういった本音の部分が、ネットなどの、顔の見えない空間になるとつい吹き出してしまう。それが、異なるジャンルごとのいさかいとして顕現してしまうのだろうなぁ、と思います。それでですね、ちょっとここで、イーミック、とエケック、という概念について紹介したいと思います。どちらも言語学の言葉であって、イーミックとは、文化現象を、各個別の文化体系の内側から分析することで、それに対してエケックとは、文化現象を、個別の文化体系から切り離して外側から分析することです。どういうことか、具体例を挙げますと、例えば伝統派空手における寸止め、という行為。これは伝統派空手という文化体系の内部から見た場合、一本、という相手を打ち倒した状態を表現するための行為、ということができます。しかし、伝統派空手という文化体系とは切り離して、あくまで物理現象として、この寸止めという行為を観察した場合、自らが発生させた運動量を相手に当たる寸前。これまた自らが発生させた逆方向の運動量を持って打ち消している行為に過ぎません。すなわち、前者のような態度こそがイーミックであり、後者はエケックということになります。そしてですね、こちらの本の著者である高岡秀夫先生は、エケミックという概念を提唱していまして、エケミックというのは、他者体系の物理的な現象を、自己体系の観点から非難すること、ということらしいです。正確なところはぜひとも原点に当たって確認してみてください。ですね、最初の方で話した、伝統派空手がフルコン空手を腹叩き、と揶揄する、もしくはフルコン空手が伝統派空手をダンス、と揶揄するなどの行為は、このエケミックな観点が原因になっているということらしいです。そして、高岡先生によると、エケミックな観点というのは人類史上において至るところで発生しており、この腹叩き、や、ダンス、というようないさかいが起こるのは、別に武術武道格闘技に限らず、人類にとって至極当然なことだというのです。ですから、これからの人類の課題とは、そういったエケミックな観点を乗り越えることであるわけですが、こちらの本が書かれてからすでに30数年、その課題の達成は極めて難しいだろうなぁと思います。
最後に、これは私の考えですけど、人間というものは自分以外の人間の動きを分析するとき、自分自身の身体性を前提にした分析しかできないだろうなと思うのです。だから、このチャンネルで何度も紹介している A ライン、B ラインといった動きも、ほとんどの人は動物本能に根ざした B ライン型の動きしか経験したことがないでしょうから、動物本能とは相反する A ライン型の動きを、いくら口で説明しても伝わらないだろうなぁ、と思ってしまいます。それじゃあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。